20代この配信やったら面白いんでしょ。でも40代過ぎだと、ね、面白くなくて、その、なんていうのかな、かわいそうな、同情してくるんでしょ。見なきゃいいじゃん、じゃあ。何を言ってんだ、お前は。めちゃくちゃだよな、言ってることが。よくわかんないんだよな。そういうのを言ってるの。何がしたいというか、何が言いたいのか結局わからないっていうか。あとおやすみ、おやすみなさい。そんな、なんかさっきからラジコン夫婦、ラジコン夫婦って言うか、その、なんか誰だかわからないし、ね、そのラジコン夫婦のことが誰だかわかんないし、まあどうでもいい。半島いらっしゃい。興味がない。あ、ポンポンもいらっしゃい。楽しく配信見えてるだけで。そうなんだよ、ちょいばろおじさんね。ちょいばろおじさんも、あれだよな、前から来てくれてるよね。ゆうかさんはなんと、なんとも言えない魅力がある。ありがとうございます。4連休、そうだね。俺さ、そうだ。俺、おとといさ、天皇誕生日って知らなくて、天皇誕生日なんでしょ？おととい。祝日だったんでしょ？知らなくてさ、俺さ。そう。祝日って全く知らなくて。でね、うちの友達がだから、この、ね、昨日の式壇、式壇じゃないや、モンゴルの新年会でさ、お金入れてくれるって言ってて、だから、入ってこねえなと思ってて、一日前に入ってこねえなと思って連絡したら、お前、今日祝日だよとか言って、あ、なるほどねって思って、あ、だから明日入れるわよって言う、明日、ね、昼まで入れるからって言ってさ、あやないらっしゃい。知らなかった俺。マジで。うん。知らなくて、知らないなら俺に聞かれたら書かなきゃいいじゃん。そのラジコン夫婦のことを知らないから、だから別に興味がないよ。本当に。うなちゃんマンのことも興味がないんだよ、俺。そうそう。興味がない、今のうなちゃんマンに関しては。だから、それを入ってきても、傍若無人とか、うなちゃんマン、興味がないね。それ、別にさ、閲覧もコメントも上がらないうなちゃんマンの放送で傍若がそれに乗ってるだけでしょ。だから、本当に興味がないんだよな。だから、ミラーでさえもう見ないんだもん、俺。俺、ブロックされてるから、見れないからさ、うなちゃんマン。だから、別にね、わざわざ。カスみたいなアンチ、いや別にそのコメント読んで別にカスみたいなアンチだと思ってないんだよ。アンチだと思ってないし、ただ普通にねコメントで質問があったりとか、なんかこうやってコメントあるから答えてるだけだって。ただそれがしつこいと思う、次に答えないだけ。そのそういう系統のコメントめんどくさいから。あ、ゆうかさんお疲れさん、たくめさんありがとうございます。いや、うなが俺の放送を監視しようが何しようが別に興味ないんだよ。だからそれが本当なのか本当じゃないのかもわからないけど、だとしても興味がないんだって俺に。だから俺に語ることがないんだよ。みんなから何か入ってくる情報があったりして、なんか特別なことがあるんだったら別だけど、うなちゃんマンの放送でなんかありましたよみたいなんだったら、なんかこうやって俺がね答えたりか話したりとかわかるんだけど、別に何もないでしょ。特にコメントが上がらないよとかさ、そんなのでしょ。別にないじゃん。だから興味がないんだよ。もう俺ね、さっき食ってきちゃったんだよ。放送やる前にもう入んない。そうそう。あ、今日マック食えないよ。俺もうお腹いっぱい。ちょいわらありがとうね。可愛い靴履いてた。あの茶色のやつ。茶色のね、まあ、靴はでも4、5足あるんだけど。そうそう。あ、なんか履く靴って決まってるよね、大体ね。靴もそんないいのもあるわけじゃないし。食べるの？今日食べない。無理。もしなんか来ても食べれないよ。今日はちょっと無理。もう食べてきちゃったし、お腹いっぱいだもん。口臭そう、そう、あのね、いや、それをさ、俺、リカピーと別れてから俺言われたでしょ？ザリガニ臭いとかさ、俺がいない時にも言われてたしさ、ね、そのコメントを読んで、そういう風に言っただけだって言ってたけど、言われたでしょ？結構、それ、やっぱさ、気にするじゃん。
だから、ね、モンダミンのさ、ゴールドと普通のね、緑色のやつ買って、で、昨日も、モンダミンのこんなちっちゃいやつが売ってたのよ。こんなちっちゃいやつ。そうそう、それ持ってって、だから、たまに、そうだ、トイレの洗面所行って、モンダミンやって、ペッてやって、そういや、気にするでしょ、言われれば。まあ、あれも不愉快になるしね。特命さんいらっしゃい。そうそう。なんで気にしてて。いや、聞くっていうか、じゃあ、聞くでしょ。だって、付き合ってた人に言われたんでしょ。だって、それは聞くでしょ。2本買ってたね。え、なんで知ってんの？なんで2本買ってるって知ってんの？ちょっと誰だよ。え、なんで2本買ってたねって知ってんの？え、俺見せたっけ？ 2 本。そうそう、2本買って、あ、言ってた俺。そうそう、2本買って、ちっちゃいやつ2本買って、持ち歩き用だから、一応2本買っといた。そうそう。すいません。はい。で、まあ。まあでも結構持つもんだなと思った。あ、言ってたか。そうそうそう。あ、買い物紹介で言ってた。すいません。あ、違う、それじゃないやつ。じゃ、昨日だからモグゴリに行く前に、リカピーと待ち合わせてたのよ。ちょうど池袋の西口の交番前のところで待ち合わせた時に、そうそう、リカピーが遅れて、ちょっと準備とかで遅れてたんだよ。だから、ちっちゃいモンダミのやつを、なっけ、あそこにある、マツキオあるじゃん。マツキオのところで、これぐらいのちっちゃいやつ、2個買ったんだよ。そうそう。だからタバコ吸った後とかに、あれを使ったりとか、お酒こうやって何度も飲んだりとかした時に、それは知らなかった。昨日。さらに増えたっていうから、持ち、だってこんなでかいの持ち運べないじゃん。だからこんなちっちゃいのだったらポケットにも入るしさ。そうそう。だから、そんなのです。まあ持ち運び用にね。